サイバーナイフの誕生から30年が経ちましたが、現在のところ全身すべてを治療できる唯一の低位照射専用装置となっています。放射線治療装置には多くの種類があって、それぞれが特徴を持っています。その中においてサイバーナイフ以外の装置では治療困難な疾患や病態もあります。私は放射線治療医として10年以上この装置をメインに診療活動を行っていますが、実際にそのような患者もサイバーナイフで多く治療してきました。必ずしも全ての治療が良い結果に終わったわけではありませんが、治療により助かった方々もたくさんいらっしゃいます。放射線治療医としてのキャリアの中でこの優れた装置に関わることができ幸運だったと思います。30年前、勇気を持って初期のサイバーナイフで治療を受けてくれた患者の皆様がいなければ、その後のサイバーナイフの発展はなかったと思います。その方々には敬意を表したいと思います。